はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の US50 が入ってきました。河合の高級モデルですね。当時 US シリーズは US50、60、70、80と、同じ形で4種類作ってました。その中の一番人気のあった、一番売れてたね、US50 になりますが、グランド譜面台の垂直鍵盤蓋、垂直鍵盤蓋って結構ね、お客さん来られた時にね、ここにチラチラ指が映るんですよねとか言って、まあ、私の動画を結構見られてましてね、よくご存知なんですが、グランドピアノと同じ蓋ですね、垂直タイプですのでね、こういう形です。ヤマハはこういうグランドタイプのもので、もうここは垂直じゃありませんね、スライド式になってますが、ここが、河合とヤマハの違うところですが、河合はグランドピアノとそっくりです。この角度から見るとね、いつも言いますが、これこの角度、この辺見てください。もうグランドピアノと一緒でしょね。それを縦にしたのがこのモデルですね。まだ外装とか修理はできてませんので、ほこりかぶってますが、これからですね。 US50 製造番号は1486559ですね。中の状態はこんな感じです。ざっと見てくださいね。おっと、記録表があるかな。あったおっ、私が調律行ってる。平成23年、元社員ですね、今食卓で宮本純子ですね。今2人目が生まれましてですね、ついこの間、ね、出産しまして、女の子が、2人目女の子が生まれて、11月ぐらいまで、平成29年ですね、の11月ぐらいまでは産休になると思いますが、それ以降は、また戻ってきてですね、大阪の南の方を担当して調律を回ってくれると思いますね。動画にいっぱい彼女は出てるので、当時人気者でしたが、ね、もういいお母さんですよね。新入社員で、19歳で入社してきたのかな、ね、さあどんな音がするのか聞いてください。まず今日は B フラットのハーモニーから。河合のピアノってのは鍵盤が分厚いのでね、重低音がすごいんですよ。ゴーンとくるでしょ。この高音の伸びはね、ヤマハはもっとコーンと伸びるので、高音のキラキラ音が好きな方はヤマハがいいと思います。優しい音ですね、河合のピアノは。やっぱり重低音が気持ちいいですね。よくね、コードなんかでですね、 C のコードするときに、 C ってドミソでしょ、そのときにね、ナインスの音を入れるんですよ。レーの音。そうするとね、こういう弾き方があります。バラードとかで、こうやってドミソでやるよりも、このレの音入るだけで綺麗ですよね。楽しいですよ。